どうも、キューニー F です。本日はですね、エラフスホクソワカクワガタ。こちらのね、割り出しをやっていこうと思います。で、こちらね、前回4月の4日に産卵セットを組んだものなんですよね。で、実を言うとね、こちらね、一度割り出してるんですよ。で、もうね、見えるかな?これね、幼虫、帰ってます。で、一度回収した後に、まあこれは動画にしてないんですけど、その後もう一回セットを組んで放置したものになります。なのでこれどれくらい経ってるかな?まあセット組んでからもう大方3ヶ月ぐらい経ってるんですよね。で、最初のが、これが4月の18日にどうやら撮ってるな。うん。2ヶ月半ってとこですね、こちら。で、この間ね、ちょろっと覗いてみたんですけど、実はね、もうね、メスお亡くなりになってました。これがね、いつ亡くなったかがわかんないんですよね。なので、再セット組んですぐ亡くなったのか、まあ、しっかり産卵してくれて亡くなったのかっていうのがね、ちょっとわからないんで、この中にね、どれぐらいの卵が入ってるか、卵というか幼虫ね、あるかわからないので、まあ、もしかしたら一匹も産んで、再セット組んですぐ死んでる場合もあるんでね。それはちょっとわからないんですけど、まあ、期待せずにね、期待して、割り出していこうと思います。よいしょ。まあもうね、実は、もうね、こちら取れてるのはわかってるので、まあ一応安心はしております。ただね、どれぐらい取れたかっていうとこですね。では、やっていきましょう。幼虫いればいいけどな。あ、いた!あ、こっちにもいた。幼虫いるいる。結構いるぞ、これ。今回なんですけど、どういう風に飼育していくかなって思ったんですけど、やっぱね、こちらもね、大きく育てると、浮かずれあるのかなとね、思いながら。でもね、やっぱ、大きく育ててみたいよなと思うので、半分ほど、容器をね、プリンカップで飼育していこうかなと思います。で、それで様子見ですね。ちょっとね、浮かずれする、どれぐらいするとかちょっとよくわからないんで、まあ、キクロ系なんで、まあ、無理やりオスをね、ちっちゃく浮かさせる方法を、まあ、数がいたらね、そういう感じでね、やっていこうかなと思います。なので、とりあえずね、薄く敷き詰めたこっちにね、入れて何匹いるか数えていくことにします。で、早速ね、もう一匹。はい。これがね、エラフス細赤クワガタの幼虫です。初例ですね。はい、こんな感じです。一匹。これ、ちっちゃいから探すのしんどいぞ。ここにいるね。2匹。まあ大体ね、もう卵から帰って幼虫になってる感じがするね。でまあ、念のためね、このマットはもうちょっとだけ保管して、様子は見てみるつもりですけど、多分もう幼虫に全部帰ってるんじゃないかな。まあメスがいつ死んだかにもよるよね。はい。3匹。ちっちゃいなぁ。あー、これさらにちっちゃいわ。はい。うん。あ、これ帰ったばっかだね。はい。見えるかな?土処理。
頭がまだ、これ帰ったばっかりで頭まだ白いや。ほら。帰って間もない。どこもできる？結構寄れるね。こんな感じ。なんで？ 1,2,3,4匹。あー、これは見逃すのいるな。見逃しそうだな。帰ったばっかりがおるってことは、まだ卵もあるかもしれんってことだよね。あ、おった。今何匹やったっけ。幼虫取りながらタイムショックやると絶対答えられんよね。今何問目とか言ってもね。今何個目か。え、1,2,3,4,4個目。え、4つだよね。本当にわからん、こうなって。はい。はい、5匹目。ちょっとなんか映りが悪い。1,2,3,4。これ紛らわしい、なんか。4。薄く引いちゃってもこれだからね。え、今4匹目 ?1,2,3,4。4やった。5匹目。はい。5。はい。わからん、こうなるね。はい、次行きまーす。はい、6,7,8,9。10匹。おった。これ帰ったばっかりな。11匹。おっと。12匹。そろそろ終わりか。あ、いたいた。はい、13匹。卵は出てこなかったね。多分もうみんな帰ってるな。うん、いない。13匹やね。よし。はい、終了。はい、続きましてですね、こちら、一番最初に割り出した卵でね、割り出した個体たちです。何匹おるかね、こちらも数えていきましょう。1匹。やっぱこっちの方が早くね、孵化してる分ね。はい。ちょっとやっぱ、大きいよね。これぐらいか。ね、ちょっと大きいね。2匹。3匹。4匹。5匹。6匹。6匹。あれ、孵化率強くないな。6匹。じゃあどうしようかな。とりあえずプリンカップ組を10匹で、9匹はちょっと大きめな容器で飼育してみることにしようと思います。
はい、じゃあね、10匹ほどこっちに入れて、残りは大きな容器に入れるとしてね、まずは10匹。どっちを入れるかってこっちだよな。先に早期孵化 してる方、早期に、孵化してる方、こちらの方、どうせ大きく育てようとすると浮かずれするんだから、先の方がいいだろ。1、2、3、4、5、6。はい、とりあえず6匹で、こっちから4匹、4。いけんけん。あとでまとめを作るときのね、移し替えのところのシーンがいる。ちょっとね、ここだけもう一回。はい。はい。よし。で、よし、これで、これでよしと。よし。はい、ではね、準備ができました。こちらね、残りの9匹だったよね、は、こちらのね、とりあえず800ボトルで飼育していきたいなと思います。ワインセラーのね、中もやっぱどうしてもね、一応ワインセラーで、飼育する予定にはしているんですけど、やっぱりね、ワインセラーのね、スペースっていうのも考えると、ちょっとね、エラフツってどうなんだろう、800じゃ足りないような気がするんですよね。そうなったらもうちょっと大きな入れ物も視野に入れると、ちょっとね、スペースの関係も絡んでくるので、とりあえず800ボトルでしばらく様子見て、まあ何ヶ月かしてね、幼虫が3例になった頃に、まあまたね、考えていきたいなと思います。だからこちらの方はね、できれば大きく育ってほしいなっていうグループです。では入れていきます。どこか手前から入れてこ、1匹、はいはい、もうちょっとアップでいくかな。もういいね、なんかぐーっと寄れそうね、こんな感じかな。はい、じゃあ入れていきます。これに、はい、あとはね、ポン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 入れてきますね。はい、といった感じですね。一応ね、19匹で、こちらプリンカップで育てる方を10匹、800ボトルで飼育する方を9匹という感じでね、2つのグループに分けました。これでね、こちらの方は様子を見ながら大きな入れ物を入れてって、大きく育てていきたいなと思います。で、こちらの方は浮かずれ防止でね、ちっちゃいオスでいいので、浮かずれしないように、するための、
まあ無理やりオスをちっちゃくしてオスとメスを合わせるっていうね飼育の仕方ですね。これがうまくいくかどうかは分かりません。エラフス細赤クワガタの時はねこれでうまくいってますけど、これがあエラフスやな、メタリフェル細赤クワガタの時にはこれでうまくいってますけど、エラフスがこの通りにいくかどうかは分かりませんけど、まあ2つのグループ、まあそれなりの数が取れてるんでね、こういった感じでね、やっていこうかなとね思っております。ではね本日の動画はこれで終わろうと思います。また次回の動画でねお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。